我慢して。やだ、そんなに太いの怖い。大丈夫、痛くないから。別に、ちょっと痛くしてもいいけど。これで熱は下が…嬉しいよ、ミロ。あら、この仕事君に…やー怖い…怖い…わかります。わかったよ、終わったよ、ビスコ。もういいよ。おっせんだ、このボケ。北川の気持ちになって考えろ。ということでしょう。さっきすんごいキスされたし。あれはそんなつもりじゃ。かわいい。ねえ先生、さっきの虫もう一匹お腹の中にいるような気がするんで。赤星くんは女を知らないな。ぷぷ、人食い赤星も一皮むけばウブなチェリーくんってわけですか。ああ、落ち着いて、ビスコ。見てみろこの態度よ。なんで命の恩人に礼の一つも出てこねえんだ。だこりゃ。いや、あ、この子。つくづく。うわっ、あっち。てめえ、やっぱ俺は。我慢しなよ。この方があったかいし、白樺線の駅まで案内してくれるって言うんだから。そうだそうだ、おめえが降りろ、チンピラ。私はパンダ君と行くんだ。人を敬うっつうことができねえらしいな。俺は命の恩人だぞ、てめえボケ。これな、あ、うわあ。ほら、芥川が怒った。